Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this devotion.良品の選び方、いいものを選んだらですね、今度はやっぱり保存方法、保存期間、これ頭に入れとかないと、まあ、美味しい状態で食べれませんよという部分で、保存方法ですね。まずはですね、買ったらですね、根っこ、胚軸の部分、白い部分と上の葉っぱの部分、これですね、切り分けてください。はい、切り分けて、なんでかっていうと、この葉っぱの方にどんどんね、この、胚軸の方の水分が吸われてしまうんですね。で、葉っぱ切ったりしてますので、そこの茎のね、切れ目からこう、どんどん水分飛んでいっちゃうので、まずはですね、その、水分取られないように、胚軸と葉っぱを切り分けてください。はい。で、次にですね、葉っぱの方、これはですね、濡らした、湿らした新聞とか、まあ、キッチンペーパーとかで、くるんで、冷蔵庫。入れた方がいいですよという部分ですね。はい。で、新聞紙がくるんだ後も、まあ、できればこう、保湿したいので保存袋に入れるとかした方がいいですね。はい。で、次にですね、胚軸の部分、この白い部分ですね。これはですね、まあ、その保存袋に入れてだけでいいです。入れて冷蔵庫で3、4日保存できます。はい。で、葉っぱの方、先ほどの葉っぱの方ですね、冷蔵庫入れてから、この葉っぱもです3、4日大丈夫ですと。で、冷凍もできます、葉っぱは。で、冷凍した時も、まあ、できれば、1週間以内に食べてくださいという部分ですね。はい。で、まあ、浅漬け、まあ、両方ね、漬物っぽく浅漬けとかにすれば、これもですね、まあ、3、4日、美味しい状態で食べれますよという部分で、株全体的に3、4日、がベストですよと、保存するのに、保存期間としては、というふうに覚えておいてください。だから重要なポイントとしては、葉っぱと胚軸を切り分けると。で、3、4日以内に食べるという部分だけですね。はい。で、はい、ということで、動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければ、いいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたら、ぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのパー。